ですね、実はある方からコメントが届いてます。どうぞ。三代目 JSOULBROTHERS の小坂宏美です。プライベートで割と遊ばれたりするんでしょうか。はい、それこそお正月に、今年のお正月に2人でアメリカのロサンゼルスとラスベガスに2人旅行しに行きました。で、あの野郎は年下のくせにチケットやホテルや向こうでのスケジュールを全部俺にやらせやがってちょっと手伝うとかあるじゃないですか、普通だったら。なんかおめさんこんだけやってくれてるんで、じゃあどこからどこまで僕やりますよとか。そりゃそうだわ。何にもシェアしない航空チケットも僕が手に入れ、ホテルを予約する時もガンちゃんこのホテルでいいかなっていうのもガンちゃんに聞いて、ガンちゃんもあ、任せます、大丈夫なんでみたいなスタンスで全部あの野郎は僕にやらせましたね。君さっき先輩にすげえ気使ってるって言ってたよね。はい、嘘じゃん、全然何にもやってないじゃん先輩にやらせてるじゃない。いやでも仲がいいんですよ僕は。いやいや理由になってないよ全部登坂君にやらせたの今回ばかりは。はい、なんで登坂さんがやってくれるって言ったの。いやでも年上なので、うん、やっぱりこうなかなかこう僕も入っていくところと、うん、やっぱちょっと逆にこう任せた方がいいのかなっていう部分もあって、うんうん、任せすぎね全部任せたみたいだからそうですね。じゃあそれこそホテルはどの辺がこうこの3つあたりのどれかいいと思うんですけどとか、ね、ほらそういうの提出して登坂君がじゃあこれにしようかとかっていうのはまあ大体確かにそうですね、うん、逆でしたね。ホテル3つぐらいあるけどって言われて、うん、あ俺ここがいいっすって言ったら、あじゃあそこで行こうかみたいな、ね、ちょっと一回常識を身につけてみようかっていうか仲いいね2人で海外旅行とか、はい、あんま行かなくない、うん、確かに結構メンバーにもびっくりされましたね。なんでその2人で行こうってことになったの。いや本当流れでもう年末ぐらいからちょっとロスとか行きたくないみたいな話になって、うん、全然俺いつからいつまで暇なんで行きますかみたいな。ほんとそれだけで決まっちゃって。へえ、はい、何日間ぐらい行ってたの。1週間弱ぐらいですかね。あまあまあじゃあね、はい、ゆっくり、うん、何したの。まあ普通にあの向こうのラスベガスも行ったのでショー見たり、はい、毎日夜ショー見て、はいはい、でまあ夜ちょっとクラブとか行って遊んだりとかして、うん、でまあ昼間買い物っていうかもう本当にだからいわゆるプライベートな旅行でしたけど。そういうショーのチケットとかも全部登坂君にやらせたの、うん、じゃあシルク・ドゥ・ソレイユのあれ取っといてくださいみたいな。ですねですねじゃないわ多少悪びれろ。